ドローンを用いたイノシシ対策の実証実験が7日行われ、地元猟友会員など約40人が参加しました。上空からイノシシを探すことができ、少ない人数で駆除に臨めるなどの負担軽減が期待されます。この辺にも、うん、そう、うん、動いてます、動いてます。4つ、水ついたやつだ。かまいでね。いやいやいや、俺にだぞ、分け取っていったびっくりした。さっきの冗談、いやいや、本当に上がった、上がった、上がった。かけさん、かけさん、いた、止まってたな。1、2、3、赤ちゃん、赤ちゃん。